はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するメトロディラックスメトロ2033、やっていきたいなと思います。このゲームはですね、2010年に発売されたメトロ2033、まあ、XBOX360 で出たやつなんですけども、あとはその、自作である、メトロラストライトがプレイステーション3で出たんですけども、今回はそれがですねプレイステーション4になって、リラックスバージョン、いわゆるリマスター版で、プレイすることができるということで、今回からですね新シリーズとしてメトロ2033の方をね、まずやっていこうかなと思います。メトロ2033をやった後、メトロラストライトの方もね、シリーズとしてプレイしていこうかなと思うんですけども、今回はですね、まずはメトロ2033の方から、楽しんでいこうかなと思います。この、ね、ゲームは実は小説がね、ベースになっていて、ロシアの小説ですね、ディミトリー・グルホフスキーさんのね、世界的ヒット小説であるメトロ2033をベースにしたゲームということで、非常に楽しみではあるんですけども、このゲームはね、一応 FPS なんですけども、かなりホラーな、感じになっていますので、そういうのがね、苦手な方はいると思うんですけども、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。暑い時期なんでね、ちょっと怖い感じがいいのかなというので、今回プレイさせていただきます。非常に楽しみですね。舞台は、ロシアですね。ロシアの、地下壕が、地下鉄みたいな感じかな。メトロって書いてあるぐらいですから、メトロがね、舞台なんですけども、そして主人公は、主人公はアルチョムというレンジャーがね、主人公なんですけども、ちょっとねオプションの方とかはいろいろ実を言うとちょっといじってあって、いろいろいじってあります。難易度はノーマルで全部日本語で、下にね字幕も表示つけてるので、これでね今回はやっていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで早速、ちょっとね操作が全然わかんないんで、なるほどね。はぁ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 。OK。じゃあ、早速ニューゲームでスタートしていきましょう。はぁはぁはぁ。プレイスタイル。サバイバル。弾薬のフィードも数が、戦闘はより危険に、ステルスはより難しくなります。サバイバルではメトロ2033サバイバルホラーを体験できます。リソース管理と、スパルタモードを選択する。楽な戦闘、ストレス状態、レストラストライトとハイペースのアクション中心の記憶。これどっちがいいのかな。新規モード、これ何これ。コンティニュー。これは選ばなくて、どれでいこうか。サバイバル、サバイバルにする。楽な戦闘とステルス状態でスパルタン。スパルタン、どっちがいい？サバイバルにしよっか。サバイバルの、でもどっちがいいかな。スパルタンにしましょうか。じゃあせっかくなんでね、スパルタンのノーマル、ハードコア、レンジャー、じゃあノーマルでいきましょう。明るさはね結構明るくしてますので、これでいきたいなと思います。トンネル内の気温が下がっていく。ミラーと僕は地表に近づきつつあった。もうじき吹きすさぶ風の中へと出て、そこで待ち受けている悪夢と戦うことになるだろう。この長い旅もあと少しで終わる。だが僕に最後まで見届けるだけの勇気が残されているのだろうか。はい、というわけでプロローグの方をプレイしていきたいなと思います。おい、アルちゃん、自分の駅を出発した時、こんなところに行き着くなんて考えたのか。世界を救おうとしているのか、地獄に落とそうとしているのかもわからずに。これはミラー隊長ですね。
よし、掴んだぞ。お、落ちる落ちる。あー、危ねえ。たーだけ軍の前哨基地を抜けなきゃ。おー、なるほど。地上には出られないぞ、班長。了解です。隣の部屋で何かが動いている。ゲートを開け、援護するぞ。はい。あ、ライターはこれでつくんだね。これかい。あ、これだね。よいしょ。あ、長押しですか。ここは何でも壊れてる。補助ハンドシステムでゲートは。はい、了解です。頼んだぜ、隊長。はい。あはー、怖え。雲だ。弾薬、はい、弾薬。これ、これですか。はい、準備はいいか。リロード。あ、なんかこれ、なんだろう、装備を回収。なんか武器とか、どうやって切り替えるのかな。これしかないってこと。ここなんかある。弾があるね、弾がある。なんか落ちてないかな。ちょっと探してみよう。うわ、何もないね。なんだろう、この。ジャンプ。ドゥッ、怖えー。はい。あ、登るぞ。置いてかないで。装備メニュー、フラッシュライト。あ、これかい。はい。怖い。何もいないよ。うわ、絶対なんかいるでしょう。ガスマスクを使う。はい。出ないと鉢から出された金庫。マスク。おお、イエス。マスク、マスク。これか。よいしょ。目と鼻の先だぞ。はい。ああ、武器を構える。なんだい、なんかいる。え、なんかいる。なんかいる、なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。あ、いる。なにあれ。隊長、隊長、助けてくれ。おお、やばいやばいやばい。あ、やばいやばい。おお、あ、リロード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 。なんかいるけど。あ、危ない危ない、危ない。おお、まだいる、まだいる、まだいる。いてていてて、あいた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 。危ねえ危ねえ。硬い硬い、意外と硬い。隊長大丈夫、隊長。おお、なんでそんな冷静なの。あ、引っ張ってみよう。びっくりした。大丈夫か。アルジョム、一緒に引き、用意はいいか。はいはい、近くを連打。よらうぅぅ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 ぅ。なんだこの獣みたいな感じだね。あ、ちょっと待って、置いてかないで。ここだ、アルジョム。ゴールだ。ゴール、オートネガン。ウルフラマン、オートブラガン、どうぞ。無線だ。はっきり聞こえています。どうぞ。塔に到着した。繰り返す、塔に到着した。一段も移動したが、どうぞ。はい、連絡を取りました。彼らはすでに塔の近くにいます。どうぞ。了解、塔の最上部に到着したらまた連絡する。お、なんだ、おお。え、引かれそうになりましたけど。だ誰ですか。どうも大佐。お、今の聞こえたか。ほら、あれはなんだ。え、なに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 。なんか来る、なんか来るよ、なんか来るよ。リロードします。うわ、風がすごい。うわ、群れだ群れ。怖い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 。待てるな。はいはいはい、背中を預けるぜ。いた、背後に気をつけろ。背中を任せた。図書館と敵よりも厳しくなりそうだ。うわ、すげえ量がいるぜ。来るか、来るか。構えろ。いって、いって。うわ、量がすげえ。リロールリロールド。食い止めろ。了解です。すげえいるけど、リロールリロールド。うわ、めっちゃいる。いっていっていって。あ、やばい、弾がない。
弾がない、弾がない、痛い痛い痛い、弾がないよ、弾がない、痛い痛い痛い、ちょっと待って、弾がない、逃げろ逃げろ、あー痛い、うわ、助けて、レオだ、でもなんか飛んでるよ、痛い痛い痛い、わわわわわ、おーおー、あー、すげえのがいる、あー、トンネルの暮らしは決して楽なものではなかったが、そこが我が家だった。だがミュータントたちの襲撃が激しくなり、駅内には恐怖が蔓延していた。そしてギフの友人であるハンターが我々のバリケードにたどり着いたあの朝、自分に待ち受けている運命など想像できるはずもなかった。はい、じゃあ続きの方やっていきましょう。8日前ですね、さっきのシーンから8日前、ということですかね。まあ8日、たった1週間の出来事っていうことか。なんかいろいろ教会、ほほほ、なんかロシアっぽくない雰囲気の建物だね。うん、教会で合ってるのかなこれは。お、あ、写真を眺めてたんだね。アルチョン、ようやく起きたか。ハンターが来るぞ。他の駅の話が聞けるはずだ。さあ。了解だ。ああ、ここが俺の部屋みたいだな。起きるか。ギターがある。ギターがあるぞ。すーげえびきうるせえやついるな。行くぞ、アルチョン。おはよう。クソ、ブタ、病気。だからなんだ。俺はまだ。すげえな。ダークランたちはどうニコライ。一匹残らず攻撃が止まなければ駅はそう長く持たない。冗談きつい。何か手を打たないと。はははあ。これ以上何ができる。ここが駅の中なんだね。ハンターはなんていうかな。よいしょ。すごいね、本当に地下にあるところなんだね。息子のセルゲ読みなかった？ようアルチョム。おお。現地かい。昨晩も別のパトロールが攻撃された。病院は満杯だ。なんだと。わかった。ママ、まだ待ってなきゃダメなの？行くぞ、アルチョム。はい。アレクセイは。え、外出んの？伝承基地にいたのよ。よそ者はお断りだ。ペトロビッチ。誰か見てないか。ああ、お前か。開けてくれ。おいよ、アレクセイ。よう、アルチョム。おう、元気かい。何かあるかな。まあ、この辺にこんなアイテムないでしょ。負傷者はどうだ。うわ、病院だ。あ、なんか光ってる。今朝は二人死んだ。タッチパッドボタン。日記を発見した。来る日も来る日もパトロールを北部のトンネルと向かい、毎日のように犠牲者を出して戻ってくる。その殺害方法は残忍そのものだ。はあ、ダークワン。なんだダークワンって。はあ、はあ、スパルタンオーダーに属している。ダークワンが現れるまで。ダークワンたちはすぐには殺さない。連中は犠牲者の心を壊していく。遅かれ早かれ死ぬんだ。わあわあわあ、すげえ、みんな怪我してるよ。届かないよ。待て。あ、やめろ、近づくんじゃねえ。わあわあ、すげえ錯乱してる。なんだ？なんだ？一体誰だ？なんだなんだ？ハンターだ。ミュータントがノックするものか。ゲートを開けろ。なんだい？え？お、なんだ、いかつい人がいる。エキシビションへようこそ、ハンター。ハンター？ありがとう。すぐに閉めて。会えて嬉しいよ、ハンター。エキシビジョン、久しぶりだな、アレックス。よう、アルチョム。ああ、ハンター、
外はどんな様子だ？何か変わったこの人はハンターさんって言うんだね。相変わらずだな。大した情報はない。アンデッドはこの辺りに出没しているらしいな。アンデッド。あれじゃん、ニューヨークの古い絵はがきを売ってるやつに会った。お前の部屋を思い出したよ。お、ありがとう。お、やつらは普通の、これはあれだね、自由の女神ってやつかい？メガ、なんだなんだ。ダークは、あいつらが何者だろうと俺にはモットーがある。敵なら殺せだ。さすがね。え、なんだ、なになになに。壁の向こうには負傷者がいる。病院キリル、仲間とトンネル行け。アレクセ、俺たちは残ってホールを守るぞ。はいはい、よし、アルチョム、急いで武器を取れ。武器、武器どこにあんの？お、え、俺これだけ？なんでお前そんな AK みたいな持って。こんなに踏み込まれるなんて。マジかよ。ここは病院だ。その AK よこせよ。血の匂いを嗅ぎつけるぞ。血の匂いを嗅ぎつける。なんだなんだなんだ。どっから来る？あ、おお。なんだなんだ？目が来る。怖え。怖い怖い怖い。おお、おお、おお。わあ。危ねえ危ねえ。こんなリボルバー一丁で倒せんのか。うん、お、こっちか。うん、いるいるいる。よし、倒した倒した倒した。あ、後ろ後ろ後ろ。あ、リロードリロード。痛い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 。なんだこいつ。やつが止められない。うん、怖い。うんうんうん、あ、痛い、硬い。3発か、3発だな。ナイスナイス。よしよしよし、リロードリロード。あー、いる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 。危ね危ね。よし、あ、いる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 。おお、怖え。あ、ヘッドショット一発。すごい、量がすごい、量が。いや、弾がないよ、弾がないよ。あと5発しかない。よし、頭狙うんだ。よし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 。アルジョブ、大丈夫か。いや、お前ずるいって。そんな AK で撃ってて、俺リボルバーだぞ。ここにダークマンはいない。いるのはトンネルのクズだけだ。たとえ目には見えなくても、ダークマンたちはそこにいる。恐怖、それが奴らの武器だ。うわぁ、なんだこれ。それがノサリスのネズミみたいに走らせてるのさ。これは何？ノサリスっていうの？ダークマンはただのミュータントじゃない。新種だ。より進化した個体なんだ。適者生存って知ってるか？つまり俺たちは負けたのさ。諦めんなよ。あんたみたいな奴は何もせず敵にやられちまえばいい。俺は与えられた命にしがみつく。この歯と爪を使ってな。そしてその新種たらを大勢道連れにしてやるさ。古い映画のカウボーイ気取りか。見てみろハンター、10人もの熟練兵士が心も体もズタズタにされてるんだぞ。ダークマンだ。外の監視所が破壊された。なんだと。お、走れ走れ。かっこいい。映画のワンシーンみたい今の。なんだなんだなんだ。うおうおう、なんか、うん、なんかすごい変な動きしてる人がいる。みんなやられてるよ。うわ、一応皆さん、これ Z 区分なんてね、18歳以下の人はダメですからね。俺は偵察をしに行かなきゃならない。よく聞くんだ、アルト。万が一俺が朝までに戻らなかったら、ポリス駅でミラーという男を探せ。俺に何が起こったか、北のトンネルで何が起こっているかを伝えるんだ。分かった。これをミラーに見せれば、俺からの使いだと分かるはずだ。音楽かっけえ。頼んだぞ。え、ハンター、我々が生き残るには、この脅威を排除しなければならん。どんな代償を払っても排除しなければならん。分かったか、ハンター。それフラグ立ててるよ。ハンターは戻ってこなかった。駅を離れてポリスを目指す口実を見つけるのは楽ではなかったが、約束は約束だ。翌日リガに向かうキャラバンがあり、護衛役を探していると聞いた僕はすぐさまその仕事に志願した。はい、
というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回はちょっとキリがいいのでここまでにしようかなと思います。次回からですね、いよいよ第1章旅の始まりということでね、やっていこうかなと思っております。でもどうしよう、第1章ちょっとだけやろうか。でもね、ちょっとプロログだけでは寂しいんで、ちょっと触りだけやろうかな。ちょっとキリが悪いんでね。あ、ハンターが戻ってこなかったみたいです、ね、準備できたか。まったくマイペースなやつだ。ともかく装備を取ってホームへ行け。連中は俺たちを待ってる。向こうで落ち合おう。おいアルチョム、忘れ物するなよ。人がなんかドジっ子みたいに言うんじゃないよ。ああ、お弾と弾薬だね。とあとは日記かな。はあ、結局あれだったのか。あ、日記を発見したぞ。エキシビジョン駅。はあ、ははあ、なるほどね。なんだろう、ダークワンってかついな。こっちか。こいつはいい曲だ。こんなのもううんざり。なんでこっちか。何か別のものを買いたい。持っちゃったね。タッチパッドでジャーナルを確認する。あ、これがね、メトロのシリーズ伝統の、これでね、行き先が分かるらしいんですよ。これで緑色の矢印が、こっちだね。こっちか。こっちかな。おお、すげえ弾薬だ。いい武器がいい兵士の条件だ。あ、武器が欲しいな。武器欲しいよ、武器選択。ああ、なるほどね。バレル、あ、サプレッサーとか作れるんだ。サプレッサー、でも威力が低下、いらないかな。これはいらないな。これ武器こそ最高の戦友さ。全然ないよ。あれ、なんだここは。はあ、はあはあ、あ、なるほどね、軍用弾薬。弾がね、ここはね、お金ですから。はいはいはい。マジ、ずいぶん綺麗ですね。こっちかな。さあ行くわよ、この酔っ払い。おう、現地かい。さて、あの新人はどう。マルキューの無能に見える。いやー、アルチョム、武器が欲しいのか。じゃあ見てってくれ。おお、ありがとうよ。 5.45 ミリサブマシンガン、アーモリー製だ。はははは。命中率は悪いし、すぐ熱くなっちまう。だからバカマシンガンなんて呼ばれてる。バカマシンガンかよ。後ろの AK くれよ。くそー、ありがとう、ありがとうよ。でもありがとう、ショートバーストで使えよ。弾も少し持っていきな。ああ、ありがとう、ありがとう、優しいな。こいつはいわゆるバッテリー用の万能充電器だ。はいはいはい。それとガスマスクな。放射能汚染区域に入っちまうとき、もしくは地上に出るときにつけろ。ああ、わかった。軍用の治療キットも持っていけ、一応な。お、なんだこれ、カロリーメイクみたいだ。よし、これで全部だ。銃の試し撃ちならいつでもうちの射撃場でやってくれ。あ、ほんと。そうそう、ボサッと頭を出してるとやられるからな。余計なこと言うんじゃないよ。あ、ここか。バカマシンガンとか使ってみようか。じゃあ、でもこんなところで弾使いたくないな。弾補充できんのかな。まあいいや、ありがとうよ。で、こっちか。で、ああ、こっちだね。いつか地上に戻れる日が来ると思うか。で、こっちか。はあ、ああ、元気だぜ。アルチョム人気者だな。あ、豚さんだね。まあ、ここではあれだね。ここで。アルチョム人気者だな。こっちだね。アルチョム、こっちだ、早く来ろ。おう、元気か。出発の準備はできたか。ああ、もちろんだ。
準備完了。準備はいいか。それじゃ行くぞ。おう。殺人したになるんだぜ。ギロチンを発明した博士よりひどい。どこに行くんだい？あ、これに乗ってくるの？そこに座ってくれ、アルト。友人、お前はこっちだ。あ、すごい、あれだ。れ駅のあれだ、線路図が。装備は持ったか？なら行くぞ。はーい。いや、リガー行くのか？なあ、そうだ。乗せてもらえないか？もちろん。だがただじゃないぞ。時々レバーを押してくれ。もちろんさ。じゃあ行くぞ。このレバーがあれなのかな？こう。どうあれだね。よし、残る者たちに幸運を。それにわしらにもな。はい、出発だ。出発。ようやく他の駅に行く覚悟ができたのか。ああ、やったな、アルチャム。ついに自由だぞ。とりあえず旅の間はね、きっと楽しいぞ。危険もあるだろうが、それも悪くない。お前なんかすげえ楽観的だけど大丈夫か。慣れ親しんだ駅の中から出るのは初めてだった。そしてギフに本当のことを話さなかったのが気がかりだった。リガからすぐに戻るわけではないと。だがハンターの信頼を裏切るわけにはいかなかった。じゃあここで切ろうかな、切り替えでね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回からですね、このメトロ2033含めて、メトロリラックスの方をねプレイしていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃまたね。